ハブさん勝ったー。マリサ落ち着いて。これは落ち着いていられないぜ。何があったの？本日行われた王将リーグでハブさんが豊島さんに勝利し、見事藤井王将への挑戦を決めたんだ。これが昨日までの王将リーグの成績表で挑戦者争いは、ここまで全勝のハブさんと1敗の豊島さんに絞られていて、今日の対局は挑戦者争いをする2人の直接対決だったのね。そうなんだ、ハブさんが勝てば挑戦決定、豊島さんが勝てばプレイオフの一戦でハブさんが勝利したんだ。対局の内容はどんな感じだったのかな？将棋の内容自体は豊島さん的には不本意な内容になってしまったかな。36手目で豊島さんが銀をタダで差し出して、38手目で王手飛車取りをかけたが、ハブさんに返しの一手があって早い段階で一気に優勢になったんだ。その後はハブさんの完璧な差し回しで、117手を見て豊島さんが投了したんだ。豊島さんにしては珍しい見落としがあったのね。ただ、優勢をキープし拡大していくハブさんもさすがね。そうだな、豊島さんも必死の粘りを見せたが、ここまで強敵相手にリーグ全勝中のハブさん相手には厳しい差だったな。これでハブさんは王将リーグを全勝したわけだけど、これはどのくらいすごいことなの？このリーグ参加者の顔ぶれを見てもらえればわかるように毎年王将リーグは、その時に一番勢いのあるメンバーが揃うことから非常にレベルの高いリーグになるんだ。そうそうたる顔ぶれね。四強と呼ばれる4人のうち、王将である藤井聡太さんを除いて3人全員が参加してるじゃない。このメンバー相手に全勝は確かに人間技ではないわね。ちなみに前回王将リーグを全勝で突破した棋士も10年前の羽生さんなんだ。50代になってもタイトルホルダー、若手強豪に対して、全勝していると10年前の将棋ファンに言っても信じてもらえなさそうね。これでついに待ちに待った藤井聡太王将対羽生さんのタイトル戦が実現したわけだが、正直藤井さんからのタイトル奪取の可能性は低いと思うんだ。レーティング的にも藤井王将はダントツでトップだもんね。ただ、同じようにリーグ戦のメンバーを見て正直残留すら厳しいと思っていたが、その予想を全勝という形で覆してくれた羽生さんならと期待をせずにはいられないんだぜ。令和の絶対王者である藤井さんを相手に羽生さんがタイトル戦でどんな将棋を見せてくれるのか本当に楽しみね。藤井王将と羽生さんの熱戦に期待しつつ今回の解説はここまでとさせてもらうぜ。今回は王将戦挑戦者決定リーグから羽生善治九段対豊島将之九段の対局結果を速報で紹介しました。このチャンネルでは将棋の面白さや、棋士の凄さ、魅力をこれからもお届けするのでぜひチャンネル登録をお願いします。動画作成の励みになるのでぜひお願いしますだぜ。あと、少しでも参考になっていれば高評価もお願いします。皆さんの対局の感想などもコメント欄で待ってるぜ。それではここまでご覧いただき、ありがとうございました。